香港の遺ハ遺イ,イ,イは、死者の祭祀のため、死者の戒名や法名、法合などを記した木の板。中国の古漢時代から、儒教の僧礼に用いられる刊主と同志されたため、遺杯と呼ばれる。またその起源は、例のよりという古来の習俗と仏教の言葉が集合したものともされる。日本には、禅宗と共に、鎌倉時代に伝来し、江戸時代に一般化した。 沖縄にも遺廃はあり、また、土地の言葉で祖先を意味する、東東名も遺廃である。遺廃の数え方の単位には、柱を用いる。遺廃は、個人の戒名や法号を記した板で、中国の儒教にルーツを持っている。儒教では、五漢の頃からくらい、板、牧主、官主、愚主等の名称で40センチメートル程度の栗の板に、 生前の遺憾や生命を心霊に託す風習があった。日本には壮大に禅僧が中国から伝えたとされているが、庶民に一般化するのは江戸時代以降である。大別して内威廃、本威廃、寺威廃がある。威廃祭祀は16世紀には臨在囚院内欧病に威廃を安置し、年期供養を行っている。17世紀には首里、那覇の氏族層に定着し、 18から19世紀には農村でも授与された。琉球王府が徴用した儒教思想を背景に持つ、父兄男系中心の価値観により、女性の遺廃継承などが禁止されたが、男女同権思想が確立した現代、これは問題視されている。遺廃のサイズは尺貫法で表される。寸法は、札岳を測り、号で表される。本遺廃では、 2.5から7.0寸が主に用いられる。一般に仏壇の中でご先祖様より子孫が大きくならないようにする。また、寺井灰で大きなものは殺板の幅を測る。日本では合津若松、京都、名古屋、和歌山が主な産地である。主に高級品を中心に製作される。日本で販売されているものには、 中国、ベトナム等から輸入した安価品もあり、また部品を輸入して最終組み立てのみ日本国内で行っているものもある。ありがとうございます。